バルガルデーナ線の通っていたオルティゼイで生体保存されている r 四百十零0 4号機二千八年同じく生体保存されている r 四百十零0 4号機四軸の同軸が前後に群に配置されているのが特徴二千八年同じく運行当時の r 四百十、0旧座駅付近のループ橋を上る列車開業当時の r 四百十が牽引する列車 木造橋は後に順次石造橋等に変更されているイタリア国鉄 r 四百十蒸気機関車はイタリアのイタリア国鉄の九百六十ミリメートル機関の路線であるバルガルデーナ線で使用された山岳鉄道用蒸気機関車である。なお、本形式はオーストリアハンガリー帝国軍用鉄道イベック型の四千百五十一から四千百五十七号機として製造された機体が イタリア国鉄に編入されて R410 となったものである。現在のイタリア北部の南チロル地方と呼ばれるボルツァーノ自治県は1919年にイタリア王国領となる以前はオーストリア帝管領でありイタリア王国と対峙する前線地帯であった。そのため1900から10年代には軍用目的の狂気鉄道がいくつか整備されていたが、 その一路線として、インスブルックから、ブレンナー峠を越えて、ベローナに至る通称ブレンナー線沿線でイザルコ、川流域のキウザ、クラウゼン駅から、グレドナー峠越えて、イタリア王国方面に至るルートの、平員輸送用として、峠の手前のセルバデバルガルゲーナのプラン駅までが、建設された路線がグレドナー線である。グレドナー線は、 ボスニアゲージと呼ばれる七百六十ミリメートル機関で九百十五から十六年に建設されており、建設工事にあたっては、各地より集められた何機種かの軍用鉄道用機関車が使用されていたが、実際の運行を開始するにあたりグレドナー、戦線用に七機が導入された機体が本港で、記述する、後のイタリア国鉄 R41001 から007号機であり、製造当初は、 オーストリア・ハンガリー帝国軍用鉄道のイベック型4151から4157号機となっていた。本形式はドイツのクラウスのリンツ工場製で、小型の動輪を車軸配置 D としているが、曲線通過性能を確保するために、同軸誘導機構を備えた歯車式の駆動システムであるクリンリントナー式を採用しているほか、 四軸のうち2軸ずつを前後にまとめて配置し、第2道輪と第3道輪間にスペースがあることと、水タンクを車体幅近くまで広げた大型のボトムタンクとして重心を低くしていることが特徴となっている。1916年2月6日に開業したグレドナー船は、南チロルが第一次世界大戦の1918年の急戦によってイタリア軍の駐留し、 1919年には、サンジェルマン条約によって、イタリア王国領への編入されたことに伴い、イタリア国鉄に編入されることとなり、イタリア国鉄バルガルデーナ線としての営業は1919 19年2月5日に開始されている。本形式はこれに先立って1918年に、イタリア国鉄に編入されて、R41001 から007 00号機となって、 引き続きバルガルデーナ線で同線が廃線となる1960年まで運行されたほか一部の機体は他線区へ転出している。本形式それぞれのクラウスにおける製版、製造年、オーストリア・ハンガリー帝国軍用鉄道での形式基盤、イタリア国鉄形式基盤は下記の通りである。バルガルデーナ鉄道の標高図、1592メートルのプラン駅はイタリアで、 最も標高の高い駅であった。ありがとうございます。